西宮市立図書館は、兵庫県西宮市が市内に設置している公立図書館。西宮市教育文化センター内の西宮市立中央図書館を本館とし、他に3館7分室が置かれている。西宮市は、小中学校での読書教育にも力を入れており、図書館での図書館お仕事体験、お話、会、 カルタ大会や学校への図書化し出し、図書館見学、学校訪問、学校図書委員と図書館司書との交流など、学校図書館と私立各図書館との連携も密に行われている。1991年より、阪神地区公共図書館協議会の相互協力を実施し、1994年からは、 阪神館七市1町の公共図書館館の図書、搬送システムを開始している。西宮市立中央図書館は、4館7分室で構成される、西宮市立図書館の本館にあたる図書館である。1985年7月10日、宿川のほとりに新築された教育文化センター内に移転開館した。郷土資料、特になだ伊佐の聖書や西宮神社の、 最人であるエビス神に関する文献、資料を重点的に収集しているのが特徴で、開館当初から視聴覚資料の充実を図っている。秋山コレクションなどに特色があり、一例として、暮らしの手帳を1946年の総刊号から前後を所蔵している。図書館部分は教育文化センター1階に開花室を設けており、 書庫は地下1階に設置されている。センターの建築概要及びフロアの構成は、西宮市教育文化センター施設概要を参照。中央図書館の前身にあたる初代の西宮市立図書館は、1928年9月に市内の酒造業白禄当主、辰巻地財門からの寄付を受けて、西宮市役所本庁舎の南隣に開館した。 スパニッシュコロニアル方式、鉄筋コンクリート作りの建造物で、開館2年目の1929年からは、考え貸し出しを開始。1949年には、翌1950年の図書館法施行に先駆けて、蔵書の貸し出しを無料化した。初代本館は老朽化してゼマになったため、市内の川添町に竣工した西宮市教育文化センターに、 中央図書館として移転開館することになり、1985年3月末に閉館した。旧本館は閉館後に解体され、跡地には西宮市民会館が建てられている。1958年、図書館創設30周年記念の一環として、移動図書館専用車、泉号を購入。1966年には、 泉号2号車が加わり二両体制となった。当初はグループ貸し出しによる配本を行っていたが、登録グループが増えたことと交通事情の悪化からグループ内個人貸し出し、1976年からは世帯貸し出し、1979年からは個人貸し出しが行われるようになる。その後、市内北部でも分室、分館の整備が進んだことから2008年、 阪神地区公共図書館協議会に参加する8、市長では、伊丹市、尼崎市、芦屋市に続いて4番目に移動図書館サービスを廃止した。西宮市内には、中央館の他に、地域拠点館3館と7分室が設置されている。西宮市立北部図書館は、1990年11月13日に、塩瀬センターの2階で開館した。 塩瀬センターは20世紀末から西宮那寺をニュータウンなどの大規模な宅地開発により人口が増加した市北部地域の拠点として設置された市役所支所、公民館、図書館、児童センターの複合施設である。組織上は北口図書館の配下に設置された北部図書館チームが運営に当たっており、同じく塩瀬センターの4階にある児童センターとも連携が図られている。 休館日は中央図書館に準じるが、開館時間は午前9時30分午後6時で固定されている。JR 西日本福知山線、西宮奈潮駅下車すぐ国道176号沿い、西宮市立鳴尾図書館は1998年5月26日に市南東部の鳴尾地域をカバーする拠点館として開設された。組織上は、 中央図書館の配下に設置された、鳴尾図書館チームが運営を担当している。中央図書館や他の地域拠点に関と異なり複合型ではない図書館、単独の施設で、館内の装飾には1985年に閉館した旧本館で使用されていたステンドグラスが転用されている。1978年に浜甲子園団地内の公団事務所後に地域の協力を得て、 開け出され、1989年から1998年まで、ナルオ浜公園内の甲子園研修会館内で運営されていた浜甲子園分室を前進とする。阪神甲子園球場に一番近い図書館をアピールポイントとしており、館内に甲子園コーナーを設けて、阪神タイガースや高校野球に関する資料の収集を重点的に行っている。 開館時刻、休館日は中央図書館に準じる。阪神本線甲子園に駅下車、南東へ徒歩8分。西宮市立北口図書館は2001年5月29日に阪急西宮北口駅北東の旧市場後にオープンした複合商業施設。芥田西宮東館の5階に市内で4番目の拠点図書館として開設された。 交通紙弁なターミナル型図書館として、利用者数、貸出し数とも中央館を上回っており、市内4館で最も多い。市内で最も利用者数の多い拠点駅の最寄りに立地することを活かし、平日の開館時刻が午前9時から午後8時までと、中央館よりも長時間に設定されている。休館日は中央館に準じる。阪急西宮北口駅下車。 北東へ徒歩2分。1977年8月3日、県立図書館から譲り受けたバスを、古式岩会館敷地において、古式岩廃本所として、平家室。1987年4月14日に、古式岩公民館に併設で、新築移転。1979年5月25日、西宮市共同利用施設団上センター内に、平家室。 1984年4月20日に新設された壇上公民館内に展開室。1992年10月20日、新設された上ヶ原公民館内に開け室。1996年10月15日に阪急高等園駅前のビルに開け室。1998年5月12日に開け室。2009年4月1日、山口センター内。 西宮市立若竹生活文化会館2009年4月21日、若竹生活文化会館の図書室を前身として、平家室。ありがとうございます。